ミンチャンネルへようこそ。信じるものがあったとしても信じない僧侶するギター弾きますヴィンテージでございます。はい、今日はですねリアルタイムでは2022年の10月の15日なんですけどね、はい、昨日ですねオールナイトニッポンゴールド、吉田拓郎さんのオールナイトニッポンゴールドが放送されてですね、あと、まあ、年内ですからあと昨日を含めて3回の放送になるんですね。それでラジオからも卒業されるということで、お話しされてましたが、今回はね篠原智恵さんがねゲストですごい盛り上がっておりました。ね、いい話が聞きましたよ。そこでですね来月再来月とはもうゲストは来ないということで、来月はなんとですねもしかするとですけども気が変わるかもしれないしね、拓郎さんのことだから拓郎さん弾き語りするというかもしれないというねことをおっしゃっておりました。もしそれが実現したらめっちゃ嬉しいんですけどね。というわけでですね私もですねなんかね弾き語りをしたくなりましてですね、拓郎さんの弾き語り曲を、はい、前回のね投稿では吉田拓郎さんの制服の弾き方っていうところでねお話をさせていただいたんですけども、今日はですねもうちょっと制服をちゃんとカバーしたくなってですね、ちゃんとカバーとかしてる。今回はですね80年代ぐらいの初期に弾き語りされた、イメージでやってみたいと思います。これはですね何が違うかと言ったら歌い回しも多少違うんですけど、 C7 が入ったりするのとラストの哀愁のあるメロディーね、っていうやつね、ふるさとの廃屋かな廃家かな家という曲だということでコメントでいただいたんですね。唱歌になっているということで、どっかで聴いたことのある曲やなって皆さん思ってると思うんですけど、そういうタイトルの曲です。もともとはね海外の曲のようですけども、はい、ということでそこのハーモニカの吹き方のエンディングがまた違うんですよね。まあ拓郎さんらしい感じで終わるんですけど、まあそこはぜひ聴いていただけたらと思います。はい、では参考になるかどうかわからないですけども80年代の制服ということでやってみたいと思います。よろしくお願いします。では行きましょう、どうぞ。人の多さまでが物珍しげに見えて、東京駅地下道の人混みの中、人混みの制服の娘たちがいる。新しいスーツケースを下げて集団就職へ今着いたらしい。妙に腰の低い男が先頭に立って、なんとか会社の体を振り回している。家出る前の晩は赤飯などを食べて、家族揃って泣き笑いしたのかい。東京ってやつに会ってみて、どうですか東京ってやつのご挨拶の仕方は。みんなを知らまったままのこの人を見は、そうこれが都会ってやつのご挨拶の仕方なんだよ。初めから都会に出て行かなければ、いつまでも都会でなくて済んだのに、綺麗に暮らしていけるところは、どこか他のところのような気もするよ。夢はまだ驚いてること
ことだけで済むけれど、もうすぐ別れさ、驚かなくて済むさ。駆け引きのうまい男ばかり出世して、綺麗な腹の男はもう拗ねてしまう。これから君は日曜日だけを待つんだね。悲しみの歌がなぜ街に流れるかも分かってきて、使うのに安く稼ぐのに辛い、そんな給与の苦さもしてしまうんだろうね。今度君が故郷に帰って行くまでには、親に語れない秘密の一つや二つはできてしまって、嘘もついてしまうんだね。騙された男のことはきっと話さないんだろうね。僕はこれから大阪へ行くところ、一番綺麗だった女の子の顔などを思い出すし、制服が人混みの中に消えてゆくのを振り返りながら、僕は見送っている。お会いしましょう。さよなら。